じゃないやつが主人公だったんでしょう。なんで炭酸の抜けたグレープソーダ退屈すぎるもの。君はここの天才だった。主人公の目標を手の勝利を共に分かち合う仲間もいなかった。今君の周りにはたくさんの仲間があふれ、でもちょっと頼りすぎだよ。すぐ柱に従うもん。どんな過酷な戦いでも教えてあげようと思ったけどやめよっかな。え、10年後の俺、ちょっと気になるっす。テニスはやってるよ。身長は伸びてるよ。いや、あとは桃先輩はロン毛ゲー。それからカルピンはよかった。絶感症はそして僕ら進むのさ、この先のちょっと待ってください。どうしたんだよ、お前。これ